いやー、メガバンクでランカー出ましたね。最終プロとのメガバンクで、これだけかけれたっていうのがちょっと嬉しいですね。昨年のね、秋に来た時は、唯一明るい時間帯、シェード絡みで、カンナでポロポロと取れたんですけど、なんか難しかったですね、前回は。なかなかこう魚と出会えなかったんで。今回はそれのリベンジじゃないんですけど、いろんなルアー、揃ってきたんで、それも含めていろいろ試したいなっていうところで、秋発売をね、控えてるメガバンク、バンク 120S ですね。これもちょっと試したいなと。そういったところで最終プロトで中海で釣りをしてみたいな。そこも一つ目的ではあります。まずデーゲームからですね。中海、割とどこ行っても流れがね、緩いんで、その緩い中でどうするかっていうのがね、また面白いところだと思うんですけど、流れの絞られてるところ行けばね、流れは出てるんですけど、そうじゃないところで、またどうやって釣ろうかなっていう、考えで、やる釣りも面白いんじゃないかなと思うので、デーゲームで。ポップシークルのカンナ15、これをまず使って広く探っていきたいと思います。ここ浅いっすね。カンナのチェッカーっていうカラーですね。今使ってたカラーとは対極にあるような赤系のカラー。します。おお、藻に絡む。めっちゃ藻に絡む。よっしゃー、デイゲーム。気持ちいいっすね、この時間帯やっぱ釣るの。綺麗、可愛いけどね。はい、デイゲーム1本目。カンナ15、可愛いっすね。45センチぐらいですけどね。綺麗な魚です。水深はね、フルキャストしたところでやっぱ3メーター50とか4メートルはないと思うんですけど。で、今一回着底させて、ガーって巻いてきて、手前にかけてね、水深は浅くなるんですけど、やっぱそのなだらかな駆け上がりかな、ところどころ海藻とかもあって、あと岩盤みたいな形で地形変化はあるんですけど、そういうところについてるような魚だと思います。今ね、ただ巻きでした、本当。ちょっと早めのただ巻きって感じかな。水深がね、手前にかけて結構ぐっと浅くなってくるんで、そこはちょっと早く意識して、少し早く巻かないとすぐそこ根がかりしちゃうんで。ウェイトこれぐらいがちょうどいいですね、今ね。水深こういうところは難しいね。飛距離も欲しいし、でも急激に浅くなるんで、あんまり下突っ込んで欲しくないし。
なのでいろんなルアーが必要なんですよね。なんかバンバン食うような雰囲気ではないですね。あれだね、こう地形とかこの海藻に絡んだ魚を、まあ、ついてるような魚をこう狙ってって一通り探って出なかったら移動って感じかな。ここはよし、ちょっと戻りながら行きましょう。まあ、先ほどのポイントからはですね、だいぶ離れたところの流入河川、中身の流入河川ですね、ここの、夕間詰めですね。まだ日はねかなり高いんですけど、ちょっとこれぐらいから時間帯入って、明るい時間の魚もチェックしつつ釣りをしてみたいと思います。まずは前ねここも来たことあるんで、実績のあるバンク 82S の早巻き、これでちょっと広くね探っていきたいと思います。目になって反応しなかった魚が活性上がって食うみたいな感じになってくれるといいんですけどね。よし、はい、2日目のデーゲームですね。で今日は昨日よりは少し早い時間帯からポイントに入ろうと思ってきたんですけど、やっぱり朝の方が潮引いてるんで、より遠くまで、より沖の方まで出れるかなってところで、その先に投げれればもしかしたらこう魚の回遊ルート、それから今、昨日打てなかったところ、まあ、そういったところで魚がより取れるかもしれない。またところどころ移動しながら打っていくとは思うんですけど、今日はどこまで前に出れるか。4メートルちょっとぐらいありそうですね。食った。ああ、暴れた。足元のこの落ち込みについてる魚でしたね、今ね。で、流れ緩んだね。こういうそもそも潮のあまり動きが良くないとこは風少しでも合ってくれるとね助かるんですけどね。
きすぎちゃうと釣りにくくなっちゃうから困るけど、ある程度吹いてくれるとそれでやっぱ少なからず水面の水は動くんで、まあ、それに影響されてまた別の水が動いて全体的にこう循環していくとは思うんですけど、まあ、地図見るとこの沖側に目立った地形変化はないんですけどね。いいですね。よし。やっとキャッチできました。1本目はね、これよりもう一回りちっちゃかったんですけど、これで47、8センチぐらいです。イェイ。フルキャストして、ボトム取ってから巻き始めて、で、一回巻いてきて、こうぐーっと上に上昇軌道上がってって、そっから一回止めてフォールさせて、ボトム取ってもう一回巻いてきたんですね。そしたら食いました。魚としては、レンジ深いですね。浮いて回遊してるっていう感じではなさそうなんで、から変えます。はい、チェッカー、赤金ブラック系。ああ、やっぱそれだ。どういうコンディションなんだろうな。やっぱボトムに近いですね。ちっちゃい。巻き始めがダントツでバイトが出ますね。よし。これはまた可愛いですね。今ね、ちょっと連続して当たってるのが多分こういうサイズですね。おお、かわいいですけどね。今ね、これぐらいのサイズのバイトがちょっとね、連発してて、なかなかフッキングしなかったんですけど、一本取れました。まあね、こう、あんまりこうバイト出ないんですけど、まあただボトムはボトムです。このサイズだけど、やっぱ深いです。で、巻き始めにバイトが出るんで、うん、そこを意識してやったらやっぱバイトは出るんですよね。そこは変わんないので。よし、じゃあ戻りましょう。
いやだいぶね当たり出なくなってきちゃったんで戻りたいと思います。さあね、夕間詰め夜に備えて一旦休憩します。はい、デーゲームから始まり、これから夕方、もう夕方完全に日は落ちてるんですけど、ここはね、過去に対岸でやったことがね何度かあるんですけど、でこっち側はやったことなかったんで、まあ、ぜひやってみたかった場所の一つですね。で今流れのね下流側、まあ、橋の下流側にいるんですけど、まあ、ここからアプローチして、ちょっと広くね探っていきたいと思います。まずちょっと大場所なんでメガバンク、これからスタートしていきたいと思います。まあ、この界隈に入っているベイトがねこの城とかあと稲子も入っているっていう話なので、まあどっちも食ってる魚がいるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれ以外にも、まあ時期的にハクもいるだろうし、まあバチもいるだろうし、まあただどれ食ってるかはやってみないとわかんないですけど、まあこの城がそれなりのボリュームいたらやっぱ強いでしょうね、そっちの方が断トツで。いいとこ入れてんだけどね。はい、下げの時間ね、夕方からポイント入ってみたんですけど、結構流れが速くて、で、まあ、アップの釣り屋にはなるんですけど、アップの釣りで、まあ、明暗をこう通してね、釣りしてみたんですけど、ちょっとバイトがなかったです。1回もこっちから流してて1回も当たらなかったんで、やっぱ潮変わりして魚の付き場がこう反転してくれないと厳しいかもしれないです。魚はね 100% いるんですけど、付き場が今こっち側じゃない感じなんで、その魚数がもっといれば、まあ、こっち側にも結構魚ついてくれると思うんですけど、まあそんな感じじゃないのかな。でちゃんと潮が反転してくれて流れが入ってくれればこっち側に魚がつき始めるかなと、まあ、そのタイミングまでは、まあ、下げの釣りをやってみて、下げの潮下側の明暗の釣りをやってみて、で潮が反転したらまた潮上の釣りをしてみて、まあ、それで答えが出るんじゃないかなと思うんで、まあ、もうちょっと粘ってみたいと思います。ちょっとね場所を休ませて、休憩してたんですけど、雰囲気が少し変わってきたので再開したいと思います。ベイトがね、さっきに比べると結構広範囲に浮いて散ってる感じなんですよね。食った。いいサイズ。オッケー。はい。食いましたね。まだね、塩返してないんですけど。食いましたね。よっしゃー、メガバンク来た。
よっしゃ、来ました、メガバンク。流れがねかなり緩くはなってきたんで、でそのタイミングでこうベイトの雰囲気がガラッと変わりましたね。それまで出てなかったところにこうベイトが浮き始めたりとか、結構広範囲にこうベイトの浮くようなね様子が見られたんで、だいぶ魚も動き始めたかなと思って、下げん時はどうしてもこっちから攻められる範囲に魚が入ってなくて、で流れが緩んでからガラッと位置関係が変わって魚が動き出して、で今それを狙ってたら食いましたね。まあね、ロッドのあのスケールで測ったんですけど77、8ぐらいですね。最終プロトで釣れてよかったですね。よかった、一安心。よし、なんかこういうサイズも混ざってんだ。と思ったらこの城でした。これを食ってんのね。でかいっすねこの城。今の橋脚の届かないぐらいのところはなぶってた。ジャパンしてた、盛大に横っ走りしてた。よっしゃ、遠い。よっしゃあ、パワフルですね、さすがに。よっしゃあ、えい、きれい、魚きれい、いい感じ。この城がねちょっとでかいんですけど、でその下を通してきて一発ですね。むちゃむちゃ元気。よし、ありがとう。よし、ベイトがねだいぶやっぱ浮いてるんで、ちょっとルアーローテーションしていろいろ試していきたいと思います。レクターの130プロト、はい、あー食った。まともにこう、まあこの城とか稲子とか数は少ないんだけど、ミックスでいるような状況の中で使ったことはあるんですけど、完全に、まあ、この城ね変色してる状態なんで、まあこの状態で使うっていうのは初めてかもしれない。まあ、レクター130のね、このプロトも、まあ、111同様に、全くね、動かない IG 系のルアーではなくて、スローピッチな、こう、まあ、まるで新編をさらにスローにしたようなアクションが入るんですよね。よし、食った。
ちょっとサイズが落ちたかな。あ、抜けた。メガバンクに戻します。やっぱさっきのあの流れが一番中途半端だった時、潮止まりに近い、あの時は一番雰囲気あったね。よし、食った。いいサイズ。あ、ダメだ。オッケー。お、長い。結構長い。いやー、パンパン腹。いいっすねー。よっしゃー。やった。3本目。いやー、これよく引いたわー。超楽しい。この城に触って、ワンアクション入れたら、その直後にドン。まあ普通に巻いててもね、食う魚いると思うんですけど、そうやってアクション入れると、まあ瞬間的に反応してくれる魚もいるんで、やっぱ両方やりながら攻めていくと面白いですね。外れない。いやー、80センチでよかったですね。なんとか、メガバンクの最終プロットで釣ることができたんで、とても嬉しいです。何発かね、出たんでよかったですね。この白パターン、いい感じです。今回はですね、デイゲーム渋かったんですけど、ナイトゲームがね盛り上がってかなり楽しい釣りができました。デイゲームでね、もうちょっと数が釣れれば面白かったんですけどね、あの流れの緩いところで、あのいる魚を食わせるっていうのは、あれはあれですごく楽しかったですね。でナイトゲームに関しては、この城パターンですね。でバチとかハクのエリアとか、そういう稲子についているような魚も想定した場所にも行ってみたんですけど、全然そっちは、魚が入ってなかったのか、まあ、ベイトについてなくて、で結局最終的にすごかったのはこの城についている魚ですね。まあ、これをメガバンクで狙っていったわけなんですけど、まあ、レクタの130のプロトとか、まあ、そういうのも持ち込んでいろいろ試してみたんですけど、まあ、メガバンクのレンジと、あと流れのスピードに対するこのアクション、まあ、そこがすごくマッチしててハマりましたね、普通に。でランカー81までは出ました。で70台ほとんどね、釣れたのが9本かな、8本か9本釣ったうちのほとんどが70台だったの で、みんなコンディション良くて、引きも強くてすごく楽しめました。